北斗の拳世紀末救世主伝説、死んだら即終了ということでやってきております。スタートボタンをつけ、押せじゃねえのかつけなのか、もう死んだら即終了ですからね。はい、その場で終わりです。どれだ、なんだこの点、両脇の手腹立つな。ちょっと北斗の拳全く知らないんですけどね、まあやっていきましょうか。説明書もねえからな、もうこれ即死亡確定だろうな。じゃあやりたいのやめやめですよ、やりたいのやめやめ、わざと死んだりしないから。救世主伝説やった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 っつって、あてなんやねんこれ。これもね、なんかバカゲークソゲーみたいなリストに載ってたんですよね。 1990X年、全く知らないそれ。世界は核の炎に包まれた。やべえじゃねえかお前、それ核の炎に包まれたのか。その前はなんでこうなった。いや説明くれ、なんで核で葬られたの。海は枯れ、死は避け、あらゆる生命体が絶滅したかに見えた。あ、生きてたんだじゃあ。だが、はい、元気ですね。人類は死滅していなかった。死ななかったの、核の炎に包まれたのに。どういうこと、核体制でもあるのか。いや、核シェルターにでも逃げ込んでたのか。なんだなんだなんだ、水だやばいな、なんかやばいぞ。食料もたっぷり持ってやがったぜ。なんだドキュンか、世紀末のドキュンかも。あ、かわいそう、やられたのか襲われたのかこいつ。世界は再び暴力の支配する時代になっていた。あー、暴力が支配するとよくないですね、よくないですね。さて、取るもん取ったら偵察に戻るぜ。なんだこいつは、ドキュンだな、生きてるななんか独特だな、なんか服装とか世界観がマッドマックスみたいな。なんだあいつ、こっちに向かってくるぜ。気にするな、獲物が一匹増えただけのことだ。これがケンシロか。肩アーマーすごいね、どうやってつけるんだそれ。肩のアーマー。よう兄ちゃん、ここやばいな、これやばいぞ。水と食料置いてきな。金じゃねえんだなやっぱ。本当か。じゃあ調べさせてもらうぜ。いや、何も持ってないだろこの感じ。汚い手で触るな。なんだとこの野郎。汚い手で。どうした、何が起きたんだ。え、何が起きたんだ。光っただけだったけど。目玉にしやがって、早すぎて見えないみたいなこと。ケンシロウの攻撃、あ、待って、始まった。死にたくなければやめておけ。待って、俺死んじゃう、死んじゃう、死んじゃう。説明じゃないんだけど、説明じゃ。死ぬのはお前だ。やばい、死にたくない、説明じゃないんだから。これ、これパンチだ。やりながら、やりながら、バツキック、四角パンチ、死ぬ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 。やばい、通常攻撃しか分かんないんだけど。いや、でも十分強い、十分強い。なんか出るさ、なんか出るさ。待って、あのデブはせたぞ。あ、わかった、こうやってやるのか。はせた、どういうこと。よしよし、とりあえずなんとか延命はできそうだ。説明書ないのきついな。追加ダウンロードコンテンツ、マルガジャンプか、すごい、ジャンプ力すごい。あ、なにこれ。 おい、無抵抗のとこやろうってのか。あ、なに、今なんかコマンド押さなきゃいけないの。わかんない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 、わかんないけど、なんかすごい強い俺。ダッシュとかないのね。おお、いいね、あ、いいね。ケンシロウがやたら強い。さっきの必殺技出したかったな。よし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 、なぜか爆発していく敵が。しかしこの数はきついぞ。ちょっとダッシュがないのもきついな。よし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 、いいぞ。あ、まずい、ケンシロウがやたら硬い。しばらく死ななそうだな。今何もしてないのに敵爆発しなかったか。大丈夫か大丈夫か。よし、いいねいいねいいね。よし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 、危ね、いき
なり死ぬところってるな最初で。ここで死んだら怒られそうだよなみんなにな。まだまだいんのか。敵が多くてちょっと辛いなこれ。チード。チード。大変だ。どうした？こいつがチードか。警察隊の奴らが何者かに。なんだと？理解早いなお前。理解早いなそれだけで。具体的に何も述べなかったもんね。誰だ？俺だよ俺。俺です。俺たちの仲間にこんな。違う違う、お前らが襲ってきたんだぜ。こいつまだ息があるぜ。あんな爆発してたのに。どうした？何があったんだ？北斗。胸に北斗。七つの絆。男。おう。どういう症状なの？顔飛んだけど。なんだ今のは。そんな辛いのにいっぱい喋れたなお前よく。一体何者だ。ただじゃおかねえ。頭破裂しそうになってるのによく喋ったなそこまで。胸に7つの傷を持つ男を探し出せ。必ずだ。7つの傷があるのか胸に。全然知らないんだよね。なんか歩き方が弱ってますよね。足疲れてる人みたいな。ディズニーランドで1日歩き続けた人の足の歩き方ですよねこれはね。腕太っ。水水をお前脱水症状だったのか。行き倒れかジードかもしれん。牢屋に入れておけ。いやガタンやべえな。今気づいたけどケンシロウ胸板がもうなんか間違って捕まっちゃったみたいなこと。またバカがどっち踏みやがったな。毛量すごいなお前毛量。なんだ内股大脚かお前。すごい大脚だけど。運動会の帰りかお前。なんか鉢巻きしてて。あなんかくれた。ありがとう。生き返ったよ。俺はケン。名は何というのだ。切実だな。無理だよ。え？そいつはリンってんだけど、目の前で親兄弟を殺されて。え、辛いそれ。それからショックで喋れなくなっちまったんだ。それはわかる。それはかわいそうだな。辛いか。いや念押すなお前。大丈夫。え？動かないで。いや怖い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 。ケンシロウってこんな感じなの喋り方。何したんだ。セクハラです。喋れるようになるおまじないだ。あとは彼女の毛量すごいな。喋れるようにな。大変だ。何ジードの奴らが。おいリン一緒に来い。お前も戦うんだ。悪い奴ら来ちゃったか。パンツ見えそうだけど大丈夫お前。あ見えたな。あいつお前に行かれちまったみたいだぜ。毛量すごいなお前。自分を殺されると分かってるんで鍵を置いてきやがった。ゴリッゴリッパンツ見えてたけど。ジードにかかっちゃ村の連中なんざ一分で皆殺しだからな。奴らの目的は多分鍵今くれたよね。なんだって。でよお前一体何したんだよ。ん？え？おい毛量すごいなお前。なにそれはーって何お前。いやいや腕力どうなってんだよお前。腕力いやそんだけ腕太かったらまあできるか。あんだけ腕太くらな腕太けりゃ。この村に胸に七つのリカちゃん人形みたいに扱われてる。出てこんとこの小娘の首を引きちぎるぞ。できそうだもんなこのガタイなら。ケンシロウ追ってきたのか。あ、でも歩き方ちょっと改善したな。やっぱ脱水症状だったのかね。あ、首取れるなこれ。やばい。あ、喋ってるね。リンが喋った。それグロいぞこれ。首取れるぞ多分。やだやだやだ。首パチュンと。お前か。お前が七つの傷の男か。お前さっき死ななかったっけ。どけ。ほー。モブはコピーペーストなんですね。なんだ。何が起きた。
死にやがどういうこと。これはすごいな、お前髪の毛なくなったのにヒゲだけそれ生えてるよね。中国より伝わる恐るべき暗殺剣、北斗神拳、その名を北斗神拳。髪の毛ヒゲに全振りしちゃったのかね、お前ね。を集中し肉体の経絡飛行に衝撃を与え、飛行壺か、表面よりむしろ内部からの破壊を極意とした一撃必殺の剣法。恐ろしいな、それ。それが今ここに。やはり貴様か、俺たちの仲間をやったのは。許さねえ。こいつ強そうなら俺ついにここで死ぬかもしんねえな。やべ、始まった。お前ら、あ、この男 HP 回復するんだ。殺してやれ。やばいやばい、いっぱいんな、うん、壺つくと壺。健康、健康第一。よしよしよ、強い、異常に強い。あ、強い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 。快適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 。うわ、おし、ガードとかないのかこれ。一回逃げよう。でかい、相手の方がガタ良かったな。よし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 。あ、いいね。え、どうした、たった一人の男に何をしてるんだ。え、来た、追加ダウンロードコンテンツ。もういいって、お前ら増えなくていいから、もう弱いんだから。待って、これ絶対死なない気がするんだけど、俺これ強すぎて。俺というかケンシロウが、まあ、また追加ダウンロードコンテンツも難しい。ケンシロウが強すぎ案件なんですよ。爆発する。おおお、なんか技がいっぱいあるみたいだな、これ。おお、こいつも爆発するか。ん、なんか光ってるもんな。おお、出し方わかんねえ、説明書ないから説明書ないから出し方がわかんない。あ、来た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 。え、おおおおおおお、いや、なんか今出しかけたけどわかんない、何が原因なんだ。ちょっと待って、出したいな、これは。出さないと倒せないとか。しかし格ゲーっぽいのにガードがないんだな、これ。いや、あるのかもしんない。あ、それ空中で止まってたぞ、お前。どういう体してんの、この人。おお、ちょっとちょっとちょっと、おちょっと、いいね。お、来た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 。おおおお、いや、わかんないわかんない、システム方向キーじゃないな。どうやるんだ。お、わざおいや、わかんないな説明書ください。もしかして技出さないと終わんねえか、これ。いや、わかんない。やっぱそうだな、光ってる時にとどめさせるみたいな。はい、あ、待って、あの方向がもしかしてプレステのコントローラーのあの丸四角三角×に対応してるんじゃないのか、もしかして。俺そんな気がしてならない。決めないとこれずっとこのままなんじゃないか。来た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 。ほい、はい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 。うわ、すげえ、分かった、できた。おっ、おっ、おっ、あ、すごい、わたたたたわたたたわたたたわたた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 た死んでんのにこんなに喋ってたのか、こいつ。イゲコがイゲコがねえねえ、死んでたの、もう死んでたのにあんな喋ってたの、すごいな、あいつ。そうか、あの小娘のツボをしたのか。しかしすげえよ、お前毛量すごいな。チートと連中を一瞬で泣けん。俺と組まないか。いやいや、やだよ。待ってくれよ。何のメリットもねえじゃねえか、お前。
ケンシロウ強えな、かっこいいな、なんか憧れんのわかるな、なんかな、浦安鉄筋家族のでも春巻先生に見えてきちゃった俺は。怒られるかなこんなこと言うと。あんま喋れるようになったんだな、お客パンチラ娘、いや通称運動会帰り。奥と現れるところ何なりと言うてな。おう、剣は凛のいるこの村のためにね。あ、そういうことね、迷惑かかるからみたいなね、一匹狼なんですね。おーっと、これはね全然知らないぞ。すごいおじいちゃん出てきた、すっごいおじいちゃん。また悪そうなやつでいっぱいな。あ、おじいちゃん。どうした？おじいちゃん何持ってんの？ピンクのやつ。風船？風船膨らましながら逃げてたの。かわいそう、かわいそう、かわいそうって。じじい、後がなくなったな。助けてくれ。わしはこの種もみより。あ、種持ってたんだ。いや、もうこれはちょっと助けてあげようぜ、ケンシロウ。今ある食料はいずれ尽きる。うん。じゃがこの種もみがあれば毎年米ができるじゃん。そうだそうだそうだ。それがどうした？米ができれば食料を奪い合うこともない。争いもなくなる。素晴らしい。今日よりも明日なんだ。あ、素晴らしい。その発想。なおさらその種もみを食いたくなったぜ。こいつらもうダメだな。そんな。ご承知や。見逃してくれ。あ、上から見てた見てた見てた。お前助けろ。あんな奴らに関わってねえで行っちまおうぜ。あ、バカ。バカはお前だ、毛量バカ。おい、お前たち。なんだてめえは。その老人を助けて。胸板どうした。なんだと。てめえこのボウガンが見えないのか。あ、そう、ボウガンなんだ。あ、奥都神剣の前ではボウガンの矢など止まった棒にすごい言ったな、お前肩の甘ちょっと浮いてない宙に。あ、もう始まっていきなり。死にたくなければやめておけ。かっけえ。奥都だと。バカめ。かっこいいな。死ね。よし、殺してやろうお前。ケンシロウに勝てるわけねえだろ。あ、やばい、ちょっと敵強くなってきたな。待って、俺これずっと死なない気がするんですけど。もう俺分かっちゃったもん。何あの走り方。やばい、やばい、これやばいぞ。捕まる前に倒せみたいなこと。すげえガードしてくる。いや、やばい、当たんない。超ガードするんすか、この人。後ろから殴らないとダメか。急げ急げ。どういう走り方。お前はなんで追いつけないんだ。そしてお前はちょっと待って。やばい、こいつ早くピカピカさせてとどめさせないといけない。てかあいつボウガンって殴ってきてるじゃないか。来た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 。はい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 。あと覚悟はいいか。お、今度何出んだ。死ねえ。あ、やっと撃った。止めた。北斗神拳西真空派。なん、どうやんのそれ。いやいや、投げ返しただけじゃねえか。目が、俺の目が。投げ返しただけじゃねえかよ。覚えてよ。必ず貴様を殺してやる。返答をしたのに名前つけただけじゃねえかお前。ちょっと待って、今のはしっかりしろ。お前そんなこと言ったら全ての挙動モーションに名前つけ始めるぞ。うん、震えすぎなお前。行こうじいさん、あんたの村へ。いや、優しいなあケンシロウ。まさかケン、やめとけよ。奴らはキングだぜ。キング。この辺り一帯を制圧する凶暴な組織集団だ。そんな老いぼれになんでそこまで。それはまずいなあ、ちょっとなあ。久しぶりに人間に会った気がする。人間？人間？このおじいさんのこと言ってんの？これ原作通りに進んでんのかね、俺知らないけど。なんかこう荒廃した世界をこう旅して助けていくみたいな話か。
三隅のじいさんだ。金もみが見つかったんだ。さて俺これ知らないぞ死にたいわけでもないけどさ。着いたぜ。ありがとう。あ、なんかやっぱ水があれなんだ。お礼なんだ。もう俺たちはもう行く。金よりも水なんだな。人がいいにも程があるぜ。さんこは言う通りじゃ。せめて水だけでも。水だけか。ありがとう。もらうんかい。いやでも何やと思われ。え、ほ。そりゃねえよ。じいさんは。すごい比喩したな。種もみをアスって呼んだ。文才がある。キング、キングの奴らが。じいさん、これはちょっと許せねえな。明日が。お前たちに今日を生きる資格はない。もっと言ってやれお前次は貴様の番だ。さっきのやつか。地獄に送ってやるぜ。ケンシロウがお前とどめ刺さなかったからだろ。ちょっとこいつだけは俺許さねえぞ次は貴様の番だ。じいさんをてめえよくもさあ弾けろお前。水風船のごとく弾せろ面白いように人が弾せる。地獄に送ってやるぜ。あ、来た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 。てめえ、お前はやっといけないことやってしまった。あのじいさんの明日を奪ったということだ。てめえだけは生かしておけねえ。こんな俺でもヘドの出るほどの悪はわかる。はいちゃー。どれだ。敵のファッションがみんな似てるからわかんない。いや追加ダウンロードコンテンツ多すぎな。違う。その蹴りの連打してるとき好きでかい。やばい、待ってこれやばいな。ちょっとザコほっといていいレベルだな。よし、来た。はい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 。ミスった。うわうわうわ、なんか何やってんねん俺。今の決めなきゃ。来た。もう一回。はい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 。来た。さあ次何出る。おお、あ、北斗、残骸剣。残骸剣、指さしたけど。708ある経絡飛行のうち、そんなあるんだ。遠いと言ってな、うん、この指を抜いてから、うん、3秒後に結構言うよ、あんちゃん。そんな結構あるぞ、3秒って。その3秒間に、自分の罪深さを。嫌な技だな、でもこれ。一番嫌かもな。1、2、3。嫌だ。ねえ、3秒以上経ってんじゃん。3秒以上あったぞお前。ゆっくりめに数えても早いな。ケン、これで俺たちはキングに狙われる。展開早いな。離れよう。じいさん、キング、蹴りをつけ。ちょっと待って、技が面白すぎてこれ死にたくねえな。見たい見たい。さあキングをぶっ殺そう。これどんぐらいあんの長さ。サザンクロスというところに来たな。わあ、これ生配信でやりたかったな。本当にキングの街、サザンクロスだぜ。サザンクロス。ん、どうしたんだケン。知ってんのか。なんでもない。え、知ってるだろお前。何か知ってるだろサザンクロスに関して。守衛兵だ。ここで待っていろ。行くのかお前。目立ちすぎるぞその方は。大丈夫なのかよ。お前もその髪切れも毛量が気になるから。ん、なんだお前は。あ、全回復しね。知ったところで誰に語ることもできぬ。かっこいい。あー、追加ダウンロードコンテンツ来ちゃった。いいだけだ。そうか、ダメージ負いすぎるとこういう感じになっちゃうのか。あまり食らわずに通り過ぎていかないとやばいな。まあでも敵非常に弱いんでね、なんとかなりそうですけどね。ボスキャラだけちょっとやばいね。本当にパチュンって弾けるな。こいつだけ硬い。よしよしよし。いや、いいね。おいおいおい、これは面白い。爽快ですね。人が水風船のように弾けるから。あ、ほらほら、いっぱい出てくんな。全員倒さないといけないのかな。
なんかでけえのいるな。おい、雑魚キャラにはあの必殺技発動しないようだな。あ、これバンバイ。よし、全部片付けた。ケン、ここが城の入り口みたいだぜ。城なのか。ち、鍵がかかってやがる。鍵かかってる。なんか今もちょもちょってやってたけど。どうすんだよ、ケン。ケン。何も思い浮かばないのか。そっちの側のぜ。奥に明かりも見える。いや、入れないってこの硬いだと。筋肉が邪魔で。どうすんだお前。うん。へへへへ。ここはバット様の出番。なるほどね。毛量お化けか。任せときなって。中から鍵開けてやるぜ。まさかこいつ動かすとかやめろよ。こいつ絶対弱いだろ。収容室か。誰もいない。誰もいないみたいだ。いないね。うん、よし、早いとこ鍵を開けてやるか。勝手に開けてくれ。動かすの嫌だぞ俺こいつを。ん、なんとか扉までたどり着けたぜ。早い、ね、そこにいるか。今開けるぜ。展開早い。バット、ずっと待ってたんだな。何、いいってことよ。俺と剣の仲じゃねえか。まだ出会ったばっかだけどね。いや、いちいちかっこいい入り方すんだもん。ここからは俺一人で行く。そうだ、お前はどこかに隠れていろ。ああ、剣も気をつけろよ。物分かりいいな毛量。あの、戦力不足ってこと自分で自覚してるんですね。よし、全回復した。しばらく死なねえぞ俺これ。何者だ貴様、ここがどこか分かってんのか。やろ、ふざけやがって。いいね、あんま喋んないのがいいね、ケンシロウは。よし、こんなん一回も知らないでクリアできちゃうぞ俺。分かってしまったからもう説明書なんてもう不要だ。あの秘密を解いてしまった俺にもう敵はない。来た来た来た。はいはいはい。あ、雑魚にもこれ出るんだ。ガテラボー。ガテラガテラバってないんやね。絶対苦しんでないだろお前。死ぬ前にガテラバなんて言えないだろお前。よしよしよし、いいぞいいぞいいぞ、このまま行こう。もう光ったらほっといていいんだな、爆発するから。よしよしよし、強い。あ、もうほっときましょう、ハゼる。いいねいいねいいね。今どんぐらいやってんだ。まだ30分ぐらいか。30分も経ってるよ。素晴らしい、早い。しかし敵の数が多いんで親指は疲れるな。うい、また見たい、技見たい、技が見たい。あ、来た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 。はい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 、はい、あっはっはっ、ミスったミスったミスった。結構時間ある、あれだな、限りがある。雑魚キャラの時はでもあれだな、セリフしか出ないんだな、なんか技名は出ない。ボス戦の時だけ技出るな。よし、はい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 、よしよし、さあ行こう。順調だな、こんだけ乱戦してるのに一発も食らってないっていうね、素晴らしいですね。なんだこれ、面白いぞ普通に。ふん、いない、まあ、部屋の中で豚を飼っているようだ。どういうことだ。豚豚何食ったらそうなんだよお前。毎日ウーバーイーツかお前。君が北斗神拳を使うというケンシロウ君かね。あ、なんか聞いたことあるなこの声。やはり豚か。豚は豚小屋へ行け。人を豚呼ばわりするとはいい度胸じゃないですか。いやいや、お前されてしょうがないよその体型は。生きのいい獲物でやりがいがありますね。こいつボスか。この辺りの豚はよく喋るケンシロウは口も達者だな。
言っておきますが、うん、君の剣で私を倒すことはできませんよ。ヘラズクチョ、君が思っているほど北斗神拳は万能ではないのですから。こいつには聞かないとか。私と戦うことで、うん、君は北斗神拳最大の欠点を知ることになるでしょう。もしかして太りすぎてて脂肪があってツボに届かないとかってことかな。なんかよく聞くよな。最初に言っておこう、北斗神拳は無敵だ。あ、無敵なのね。それはどうですかね。あ、初めて HP があるボスに。あ、やばい、これやばいな。え、弱い。私の肉はゴムのようなものでしてな。おうおう、君の剣も飛行に届く前に全て肉の壁に吸収されてしまうわけです。いや、俺の思った通りじゃねえかお前。私は今までこの体で何人もの剣法家を殺してきたのですよ。なんか太ってるのをいい方向に、いい方向に捉えようとしてるの。前向きだなお前。しかしちょっと厄介だなこれ。あ、届くのか。はい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 、届くか。何出る、何出る。あ、出ない。とどめさすときか。弱え。あ、出る出る出る。よし、技みたい、技みたい、技みたい。ミスったミスった。バカ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 。わざわざわざ。なんで最後ミスったか俺今。きた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 、今度こそ。はい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 。あ、時間があるんだ。すぐ撃たないといけない。あ、今度なんだ。やばい、痩せてる痩せてる痩せてる痩せちゃってる痩せちゃってる痩せちゃってる。うん、中破産。なにそれ。え、何かね今のは。また後から聞いてくるだろう。そんな技では私を倒すことはできない。え、ちょっと技の説明が欲しかったの。北斗神拳の前では、うん、お前は脂肪の塊に過ぎな。悪口すごい。君はそれぐらいにしなさい。無駄だ。お前はもう死んでいる。死んでんの。死んでんのに喋りすぎなんだってこいつら。私の肉が。どうなんの。え、なんか今見るとちょっと違うな。どういう技。ひでぶ。言うかお前。言うか、死に際の人間がひでぶって。じゃあ技の説明くれっつうの。俺の楽しみにしてた技の解説を。大したことなかったな、なんか。あ、なんか強そうなスタイルのやつがいいな。来たか、ケンシロウ。久しぶりだな。花沢類みたいな。サザンクロスの主、キング。キング。やはりお前だったか。シン。シン。貴様に会うため、地獄の底から這い戻ってきた。いや、知らん知らん、誰やな、こいつ。わざわざ殺されるためにか。ユリアはどこだ。心配するな。どういうこと。ここにいる。え、急に瞬間移動してきた。ユリア、俺だ。お前のことはもう忘れたとさ。なんだ、ケンシロウの大切な人を奪われたみたいなことなのか。ユリア。しかし完全に忘れられたようですね。あの、乗り換えられたみたいな。それは今から1年前のことだった。あ、説明入ってよかった。シフリュウケン、ゆっくり。説明ないとちょっと きついですからね、そこはね。さあ、行こうか、ユリア。うん、シン。力こそが正義。1年前から同じ服着てんのね。いい時代になったものだ。ずっと同じ服着てんのね。強者は心置きなく欲しいものを手に入れることができる。後ろのやつらはあのナイフ叩く練習ぴったりタイミング合わせてきたんだろうね。俺がもらう。シン、狂ったか。お前も結構狂ってるぞ。なんと極斗拳。なんだそれ、なんだ、二人で合体技みたいな。なに、た
すれ違っただけなのに空中で。ユリア、俺を愛していると言ってみろ。誰があなたを、ケンを殺せば私も死にます。ケンシロウの彼女なのこれ。なら、これではどうだ。なにね、やめろお前。さあ、何本目に死ぬかな。いや、1本目でしょそれ。待って、よせユリア。いや、ピクピクなっちゃってる。だが、お前だけは死んじゃう、死んじゃう、死んじゃう。愛します。何？聞こえんな。その程度で俺の心が動くと思うか。ケンシロウからこの女の人を奪いたかったのか。一生どこへでもついていきます。ケンシロウは大丈夫なのね。聞いたかケンシロウ、女の心変わりは恐ろしいの。お前無理やり言わせてんじゃん。かなり無理やり言わせてんじゃん。暴力に物言わせて。ユリア、でもちょっと残念なの、なんかケンシロウがこんな男に負けるなんてな。もう一度あの地獄に突き落としてやる。俺はもはや昔の俺では。1年の間にめっちゃ強くなったみたいなこと。俺を変えたのは貴様が執念。執念だ。ふざけ。ならばその執念のもとを。こいつも今気づいたけど胸板やばいな。え？ん？ユリア。死んだ？俺を倒してもユリアはもういない。なんてやつだ。貴様の執念も半減したというわけだ。お前、おめっちゃ嫌なやつじゃん。死ん。服脱いだ。貴様は殺す。なんか貴様に俺の剣が見切れるか。肋骨とか胸板のとこどうなってる。剣士服脱いだな。あ、待って、こいつちょっと強いかもしんねえぞ。ついにここで死ぬ。あ、こいつ強いわ。そんな技あったっけ。ケンシロウ、あ、これまずい。ちょっと強い相手、ちょっと強い。ガードないのかこれ。あ、やばい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 。ここで終わっちゃう、終わっちゃう、終わっちゃう、終わっちゃう。死んじゃう、死んじゃう、死んじゃう、死んじゃう。死んだくない、死んだくない。技もっと見たい。技見して、技、ケンシロウの技見して。よしよしよし、いいぞいいぞ。ジャンプ、あ、あ、あ、待って、これ後ろでガードとかか。いや、そんなことはない。ガードなんてない、男のゲームに。よしよしよし、ガードなんてめめしい。あー、バイバイ、血だらけだな。よしよしよし、これ使っていこう。 あいつも使えるのかそれ、お前。よしよしよし、めっちゃ効いたぞ。よしよし、これではめていこう。はめ技ですからもう時代は。やばい、あいつも真似してきたな。よしよし、あとちょっとちょっとちょっと。あ、お前真似すんなって、お前。よし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 、来た。あと技当てるだけか。来た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 。はい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 。よし、来たぞ。何やるお前。お？お？おおおお、からの？おちょ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 、からの？へこむかいお前。粘土じゃねえんだからあいつ。そのへこむかいっての。北斗十字山。貴様の奥義を破った。説明くれ説明。執念に勝る俺の怒りと怒り。ケンシロウ、俺の命。もう技の説明ないのかな。1分も生きれんのかい。こいつあれだから医療ミスするからな。ケンシロウさっきも3秒っつったけど死ななかった。あ、人形なんだの。なんだい。そう、俺たちの戦いは。なんだい。決着が。なんだい、もうおかしいけど。つかないのだ。どういうことだ。シン、お前からユリアを奪った後、俺はユリアに与えうるべき全てのものを与え続け、ユリアの気を引こうと必死だった。なるほどね。宝石、ドレス、金に物を寄せて。いや、お前みたいなやつ好きになってもらえないよ多分。探し、そして俺の与えうるべき最高のもの、この町サザンクロスを手に入れたのだ。なるほどね。俺はこれでユリアの、その右足クニクニやってる、何なのかな、アルチューステップみたいな。ア
ルチューステップみたいな。見ろユリア、お前の町サザンクロスだ。この町の全てがお前のものだ。何も考えなくていい。全てがお前の意志のままに動く。これでもまだ心は動かぬか。シン、私の心は変わりません。私の心が変わらない限り、うん、あなたは同じことを繰り返すでしょう。なるほどね。いえ、もっとひどいこと。ユリア、何を。罪もない人が何人も苦しみ、そして死んでゆく。お前まさかそんなことは。ゼロ円スカイダイビングするのか。私には耐えられない。いや、しちゃったな、ゼロ円で。いやいや、ピクピクしてる、ピク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 してる、内股プルプルしてる。ああ、お前、最後まで俺はユリアの心をつかむことができなかった。結局死んでんのか。ユリアの中にはいつもお前がいたからだ。ユリアのため息づいたこの町があいつの墓標になってしまった。ちょっと待って、1分以上生きてんな、お前。1分以上生きてんな。町も権力もただ虚しいだけ。俺が欲しかったものはたった一つ。1分過ぎてんじゃないか。いや、ちょうど1分なのか今。どうやら俺も ここまでのようだ。1分のラグあって死ぬってすごいな。お前の剣では死なん。あ、さらばだ、しろ。お前もやったな、ゼロ円スカイダイブ。好きやな、ゼロ円スカイダイブ。悲しい話だな。ケンとキングの間にそんなことが。でもケン、なんでそんな奴のために墓を。同じ女を愛した男だから。いや、それはよくわからん。それはよくわからん。の末、シンを倒したケンシロウ。うん、だが、ケンシロウの胸の中には例えようのない虚しさが残っていた。終わることのない旅の果てに、ケンシロウは自分の生きる理由を見つけ出すことができるのだろうか。これは確かに虚しくなりますね。結局何も残んなかったからな。終わった。え、第一章、救世主降臨か。終わったぞ。ん、世紀末シアターなんですかね。そのシアターは今にも潰れそうですけどね。セリフが使用可能になった。あ、なんかこう解放されていくのか。もうセーブしとくか一応。はい、全然知らないなこれ。俺大丈夫だぞ。クリアしちゃうじゃねえか。結局クリア できるまで寝れませんみたいになっちゃう。旅を続けるケンシロウとバットの前に突如現れた町。うん、しばしの安息を求め町に身を寄せるケンシロウの前に現れたのは。何、何よあんた、何さあんた。なあ、あんた強そうだな。うちの用心棒にならないか。なんだこいつ、うさんくさいな。長くとどまるつもりはない。もう、なあ、そんなこと言わずにさ。ここには水も食料もたっぷりあるんだぜ。あ、出た、お前運動会帰り。リ、なぜここに。なんか後ろにおまけつけてんな。もう会えないかと思ってた。呆れたやつだな。ここまで俺たちを追ってきたのか。その子は。なんだそのドラクエ崩れみたいな。隠れているのを見つけたの。それでここまで一緒に。何でも人手を探しているみたいなの。ほう、お願いです、僕の村を救ってください。いやいや、村を。何故お前に協力しなきゃいけない。お前ダキじゃねえか。お前なんでこんなところに。バット兄ちゃん、バット兄ちゃんだ。知り合いだったのか。村を出てきたんだ。それに村を救えって何があったんだ。村の井戸が突然枯れちゃって水が出なくなっちゃったんだ。それ大問題だな。おばちゃん、
僕たちみたいな身寄りのない子供がいるから村から出れなくて一人で井戸を掘ってるんだ。でもおばちゃん一人の力ではどうにもならないんだ。あのばばまだ生きてたのかよ。井戸を掘るには男の人の力が必要なんだ。井戸掘ってくれみたいなこと。ケイバット行こう。お前の村へ。優しいな。用心棒とか断るけど人助けるのはやったけど、またこいつらか。水か。お前やつは利用できる。お腹にダイナマイトいっぱいつけてないか。それに俺の勘が正しければ、あの男サザンクロスを一夜にして落としたという。よし、我々のオアシスが見つかったぞ。やつらが水をもたらしてくれる。悪いやつすぐ分かるな、悪いやつって。服装の系統が一緒なんだよな。バット兄ちゃんが戻ってきたよ。それに手伝ってくれる人も見つかったよ。やろババア。どうしたどうした、口悪いな。すっごい俺が戻ってきたのに出迎えもなしか。どの面下げて帰ってきた。ババア、この道楽者のバカ息子が。ババア、ね、これ、お母ちゃん？そばば、お母さん？おばちゃん！タキ、よく無事で戻ってきてくれた。勝手に飛び出して心配させよう。おばあちゃん、意外にガタいいんだな、なんかな。そちらの方が？結構みんなガタいいんだよね。うん、井戸掘りを手伝ってくれるって。そうでしたか。わしはトヨと言います。トヨさん、村にとどまって子供たちの面倒。はい、みんな親を殺されたり足手まといになったりで捨てられてしまった子供たちじゃ。優しいおばあちゃんなのね。それでわしが面倒を見とるというわけじゃ。なるほどね。俺のね予想だけど、このおばあちゃんも殺されると思う。みんなわしの可愛い子供じゃ。めちゃくちゃね、まっすぐ生きてるけなげな老人が殺されるんだよ、無残に。そいつはどうしようもない悪ガキじゃが、こういうバカは余計に可愛いもんじゃって、うん、こんな小さい子供たちを連れて旅をすることはできん。まあまあまあね。村にとどまるしかないんじゃ。なぜ村の者たちは井戸を。俺もそれ気になってたね、人にやらせてさ。井戸の底に熱い岩盤があって、これ以上は。いや俺ケンシロウでも無理だろ、熱い岩盤は。みんな諦めてしまったというわけじゃ。顎すげえな、今気づいたけど。わしは諦めるわけにはいかんのじゃ。顎が城の内みたいになってる。そうか、なんとかしてみる。いや岩盤なんとかできんのお前。もう重機じゃん、人間重機じゃないか、ケンシロウくんよ。なんとかなんのか。いくら剣でも岩盤を割るなんて。さすがにね。バット、剣を信じましょう。いや信じるとかの問題じゃない。お願いしますじゃ。無理なもんは無理なんだお前、うん、無理なもんは無理なんだ。さすがにホワチョウつっていけないからな。人間はパシパシやってきたけど、無理なものは。水がなければ、うん、子供たちに生はない。まあわかる、その気持ちはわかるけどね。その気持ちはわかる。まあ優しいからな、うん、ほら無理だ。さすがのケンシロウでも出た出た。そこかしこに工具置いてあんのに手で行くっていう、早いな。ありがとうございます。人間重機だったな、本当に。まさに水が出たことを知られればたちまち野党どもの餌食になってしまう。なるほどな。隠し通した方が良いだろう。わかりました。とんでもねえなこいつのパンチ。この村にとどまってはくれんじゃろうか。俺がいればかえって災いを招くことになるかもしれん。そうですか。お元気で。リンとバットを頼みます。ここでお別れなの。ヘア、俺を置いていこうったってそうはいかないぜ。私もついていく。いや来なくていいよ。お前たち勝手にしろ。ちょっと寂しかったじゃん、一人で行くの。一人で行くの寂しかったんだろ、ケンシロウ。素直に言えよ。また悪いやつらだな。村を出たか。これだけ離れればガキどもの悲鳴も聞こえんだろう。よし、
邪魔者は去った。いくぞ。あいつお腹んとこに火器か衝撃を加えればこいつすぐ倒せるぞ。腹にあの爆弾めっちゃ抱えてるからな。バイクのエンジン音、俺には何も聞こえないぜ。耳がいいんだな、ケンシロウ。裏の方角だ。あ、これまずいな。それも1台や2台ではない。めっちゃ耳いいな。まさか、ケン、おばさんたちが。戻るぞ。急げ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 。やべやべ、俺の勘当たっちゃったな。おばさんと子供を全滅させられてんじゃねえのか。容赦ねえからな、この敵ども。まさか戻ってきやがった。いい歌舞伎みたいに言うな、これ。おお、ジャッカル様。まだ間に合うのか、急げ。お前たちの相手をしている暇はない。もちろん。死にたいやつからさっさとかかってこい。かっこいいね。あの水は俺たちのもんだぜ。違う。とっとと帰んな。俺が一生懸命出した水だ、お前。はい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 、急げ急げ、ばあちゃんが死んじゃう。はいはいはい、おいし。クソどもならもう終わりか。まだいる。はいはいはい。あー、また追加ダウンロードコンテンツ来ちゃった。おお、来た来た来た。はい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 。コブ言うか、コブって。ジョジョか、お前。コブって、おい、多いんだよな、敵がな。しかしこれ一生死なんぞ、俺マジで。ボスでもあの様だったからな。あ、来た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 。はい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 、はい、どこのっぽ。嘘じゃん、お前。お前嘘死にじゃん、どこのっぽ。どこの方は嘘じみだ。また来たな。なんかちょっと強そうなのがいんな、一人。一人 RPG かぶれみたいのがいる。北欧の RPG かぶれみたいのがいる。あ、こいつちょっと厄介だな。よしよしよし。やばい。よしよし。あ、お前弱いんだからやめろ、お前。はいはい。え、ちょっと食らっちゃった。やばい。わざとじゃない、死にたいからわざとかじゃない。これ北欧の RPG かぶれ、 MMORPG かぶれを。あ、強い。 MMORPG かぶれ強いの、ちょっと。いい、邪魔だから。雑魚処理、雑魚はほっといていいな。はい、当たんない。パンチの射程がちょっと短いのがねネックですね。ちょっとここ手こずってるな。さすがに数が多い。よしよし、あと MMO だけだ。死なないな、こいつも。なかなか。あ、来たか。よいしょ、外れた。これで全部掃除完了と。まさかこんなに早く戻ってくるとは。だが俺はあんたとさっき死んだやつ右にいるじゃん。俺やったぞ、お前と全く同じ風貌のやつを。コピーペーストしすぎなんだって。ケン、あ、ババだ。口悪いな、お前。いやいやいや、やっぱりね。心の準備できてたよ。ババア死ぬ、会った時から死ぬんだろうなと思って。しっかりしろよ。思想が見えてた。大丈夫、子供たちは無事じゃ。ババア、まさか子供たちの身代わりに。バット、お前死因なんだの。お前が何で村を出て行ったのか分かっていたよ。食べる量の多い自分がいなくなれば他の子に食料が行き渡る。わしや弟たちのために少し食べるの我慢しろ。じゃあ暮らしになってくれたんじゃろ。食べるの我慢したらいいじゃん。お前は本当に優しい子じゃよ。それでバットは村を。バットおばあちゃん、何、ちょっと顔殴られたのかね。それバット、最後だ、母さんと言ってやる。いや、なんで。母さん、なんで。お母さん、いや、やめてくれ。悲しくなってきたな。ババってずっと呼んでたからな。奴ら地獄の果てまでも追い詰めてやろうぜ、本当に。どうしようもねえ、どっちくしょうどもな、本当に。
いるんだよな、こういうドチクショウ。なんだ。おとなしく言うこと聞いてるや。長生きできるのに言う。なんだお前、どういう髪型。人を殺した後はしょんべんがしたくなった。いやー、これは変態だな。髪型からして変態だしな。お前はジャッカルの手下だな。ジャッカル、貴様はババアの村の。ババアの村、死んでも村の名前ババアの村なんだ。そんなこと言っていいのか。地図があったらババアの村って書いてあった。ここには仲間がたくさんいる。俺が合図すればみんな出てくるぜ。それはめんどくさいな。構わん、合図して。やめやめ、めんどくさい。その方が手間が省ける。めんどくさい、指の連打結構疲れてきたんだ俺。後で吠え面かくな。なんだかんだ1時間死んでないからね俺。説明書なかった俺に。ただこのゲームガードはどっかに隠されてるような気がするんだよな。あれ来ない。いや、 MMORPG。 助けないんですかジャッカル様。その必要はない。これがジャッカルか。 なぜです。フォックスはあんたの右腕。右腕。俺の右腕はここにある。それに奴があの男の相手をしていれば、うん、それだけ俺たちが遠くに逃げることができる。ああ、嫌な奴だなこいつはな。フォックスもただの男ではない。結構食い下がるかもしれんぞ。全員に町を離れると伝えてこい。なぜだ。なんで誰も出てこねえ。裏切られたのか。仲のいいことだな。いやいや、そう、裏切りやがったな。追い打ちかけたね。ジャッカル、てめえも奴らも皆殺しだ。ケンシロ心に追い打ちかけるよな。殺してる。こいつ戦うの。あ、よしよし、ほぼ全回復したな。何それ。殺してやる。強そうじゃんお前の武器。死ぬのはお前だ。ただしジャッカルの居場所を聞き出した後だがな。よし。あ、でけえ。ガタイが良かった。しかし HP がないから雑魚的だろうな普通に。中ボス的だ。ちょっと待って、超弱いんだけど。もうなんかこれ適当に攻撃してるだけで勝てちゃうんだよな。なんかちょっとあのなんだっけ、あの白い服のシンだっけ、あいつ強かったけど、あ、これ強いな。あいつ以外、あ、いや、待って、やばい。待って、死んじゃ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 。技見たいね、俺は技を。技の数々を、ケンシロウの。空中コンボまで繋げれるようにしよう。あ、それ痛い、それ痛い。空中まで繋げれることが分かった。あ、うまく繋がんない。あ、でも、とどめ。来た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 。はい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 。おっ、危ない。結構時間短い。よしよしよし。なんだ今度の技。なんだ、口が、口が勝手に。これ新しい技か。新一という飛行士。新一、工藤新一かお前。バーロー。貴様は口を割るしかない。バーロー、あ、すごい。ジャッカルはかつて凶悪犯ばかりを集めて投獄していたと言われる。そんな技もあるのね。ギリープリズンの跡地に。そうか。なぜだ、なぜ口が。では貴様の処刑を始めようか。聞いたら殺すんだやっぱ。どういうダダのこれかと思う。やばい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 。ホーター、ワーター、ブヤー。ブシミュージカルのワイヤーアクションみたいに飛んでったと思う、不自然に。ブシッつって死んだね。ここまで来ればもう大丈夫だ。んフォックスのおかげで俺たちは生き延びることができた。逃しちゃったか、こいつ。奴の死は無駄には。どうやって追いついたの。どうやって後ろに現れたっけ。バカな、追いつけるはずがない。終わりだジャッカル、覚悟を決めろ。どうやって来たの。
足速いのケンシロ。やろうども。あ、ちょっと減ってんな HP。こいつを引き殺せ。やべ、バイク戦。あ、これまずいな。何 CC だお前ら。やばいやばい。どうやって戦う。ちょっと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 。お前ダメだってそれは。これまずいな。ちょっとちょっと。どうしようもない。よしよしよし。あ、爆発した。こうやってやればいいのか。いやいや、移動しないで殴ってればいいんじゃん、これ多分。ちょっとかわしてこうでしょ、ほらもう。スッとかわしてこうでしょ。あ、やばいやばいやばい、調子乗ると、一マスずれればいい。あ、やばいやばいやばい、ちょっと待って、まずまず、非常にまずい。あー、これ、いっぱい来るとまずいな。よしよしよし、いいぞ。かなり危なかったけどな、攻略法を見つけ出すまでな。俺をここで殺そうなんてやばい。あ、あ、あ、増えてるね。族増えてんね、族。族増えてんね。まず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 。うわ、やばい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 。ケンシロウの機動力の悪さが。ダッシュとか特にないから。あ、やばいやばい。ちくしょう、お前ら道路交通違反だぞ、これ。よしよしよし。よし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 。かなり危なかったな。いやいや、また追加ダウンロードコンテンツ来た。え、四角からそのスピードで来られるとな。ちょっと待って、ちょっと待って。これまずいな。思った以上にまずい。いっぱい来ちゃった。よし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 。やばいやばい、こんなところで死ぬわけにはいかない。ちょっと待って、こんなところで死ぬわけにはいかない。おわおわ。まず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 。やばい、避けろ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 。落ち着け落ち着け落ち着け。大丈夫。